酸素ボンベなどを背負った警察官のダイバーが港に入っていきますこれから行方不明者の捜索が海中で行われます熱海市の土石流災害ではこれまでに26人が死亡し現在も太田和子さんの行方が分かっていません県警はおよそ50人体制で地上での捜索を続けていましたが今日は午前10時から2ヶ月ぶりに 伊豆山港で海中の捜索を行いました伊豆山港は流れ込んだ土砂の影響で視界が悪い状態が続いていましたが土砂の撤去が進み水質が改善されたことから海中の捜索を実施したということです。 行方不明者を発見してほしいという願いも受けておりますのでそこをしっかり舞台に伝えてですね、何としても行方不明者の発見とそれと合わせてその手がかりも発見できるようにというような意気込みで本日はやっております一方県は来週15日から森戸が造成された当時の職員への聞き取りを始め行政の対応について内部調査を進める方針です聞き取りの対象は 県土地対策課、森林保全課、県土木事務所、県東部農林事務所などの現役職員と元職員です。先月公開された公文書をもとに、当時の課長級、係長級、現場担当者などの職員に、南波副知事らがヒアリングを行います。県は、 調査の結果を来月設置する予定の弁護士や学識者で構成する検証委員会に提出し、意見を求めることにしています。また県は、土石流災害の対応を踏まえ、災害発生時に安否が確認できない人の氏名や性別などを、発生から48時間以内に公表する方針を決めました。理由として 7月の土石流災害では、発生から2日後に公表したことで、救助の対象が絞り込まれ、効率的な活動につながったことを挙げています。公表するのは原則、氏名、性別、年齢、住所です。一方、安否不明者がストーカー被害者などの場合は公表しないということです。